週末までには直りますよ。ねえ、週末までには直したい。本当に。マジで早く良くなってほしい。あるといいよね。本当に嫌だ。マジで嫌かも。暑 もう息するだけで咳出る。こんばんは。なんか口内炎できました、口の中に。いいな、噛んだのかな。でも噛んだ記憶ないんだよね。だから自然にできたんかな。でもひなってあんまり口内炎が自然にできることなくて、なんか噛んじゃってとかそういうので口内炎できることあるんだけど。噛んだのかな？ここにできた。ここ。まあ多分今免疫は余ってんだろうね、きっと。風邪もひいてるから。免疫力が低下しています。ここにできた。この裏側。ね、下がってる。知らない間に噛んだんじゃない。いやね、噛んだ記憶ないんだけどね。ワンチャンそうなのかな。いつの間にか噛んじゃったのかな。ね。眠いよんばんは。薬塗るか貼るかで早くなるって思うじゃん。でもひなって結局いつもそういうのしないんだよね。そう。自然治療をしてしまう。まあだってさ。まあ、風邪とかだったらさ、すぐ治したいからちゃんとお金出して薬買うけど。口内炎って別にさ、痛いだけでさ、それ以外別に何もないじゃん。だったら、別にお金使わずに。めっちゃケチな考え方で言うとね。自然治療。こんばんは。ビタミン不足かな。野菜や果物を食べてね。そうね。そうね。食べないと。まあ、この間メロン食べたんですよ。もう本当にな、東京来てから本当にさ、果物って高いじゃん。マジで。東京来て、その実家にいた時は、そういう季節、ブドウの季節とかメロンの季節とかそういうのっておばあちゃんが、
スーパーで買ってきてくれて、その夜ご飯の後によく出てたりしたから、実家にいた時はよくフルーツ食べてたんだけど、東京来てから高いから自分で買うことなくて、で、この間メロン食べたの。そしたらば、ガチでうまくて、やばかった。もう、うんまってなって、もう、もう口に入れた瞬間、もう、ジュースかと思った。マジで。めっちゃうまくて、それでめっちゃ食べた。さあ、フルーツって体にいいからまたいいよね。フルーツだと何が一番好きですか？なんだろうな。いちごとかマスカットぶどうあたり好きですね。うん、さくらんぼも好き。一人で丸ごと食べれちゃうレベルかな。いや、マジで、でも本当に、マジ一人で丸ごと食べれちゃうレベルでうまかった。たまに食べるから余計に美味しく感じ。そうね。やっぱり高級な食べ物だから、頻繁に食べれるわけじゃないじゃん。しかも、こっち来て特に、東京に来て特にだけど、本当自分で、こう、買って食べる機会はまずいから、余計美味しく感じる。幸せいっぱいかね。幸せいっぱい。幸せ。確かにフルーツ買いね。スムージーの、すごい美味しいよね。スムージーないね。でもスムージーってなんか結構高く感じるな、ひな的には。わかんない。センチ。いやー、なんかさ、今ってマジ何でも高いよね。なんか本当にさ、そんな高いの？みたいな。しかもさ、届いてみたらば、別に言うてそんな量も多くないみたいなこと多くないです。ねえ。まあ、しょうがないけどね、もうね。そうなんよね。ね、そうなんよね。なんでも物価上がってたね、本当にそう。やばい、もう咳出るから嫌だ。本当に嫌だ。嫌かも。まつげやっぱいい感じね。しかもなんかつけた当時よりは結構なんかすごいギャルって感じだったんだけど、今すごいちょうどいい。ちょうどいい感じになりました。
まつげバチバチだね。これなら数ヶ月くらい持ちそう。数ヶ月は持たないな、絶対に。1ヶ月弱だな。1ヶ月弱持ったら、もう拍手送りたいぐらいってぐらいの感覚、まつげくんは。ほんまにね、数ヶ月持てばとても幸せなんですけどね。最初より全然下がってなくない？下がりはしないよ。エクステだから。マチエクだから下がりはしない。下がりはしないです。もっとバラバラになってくると思うな。そうそう。バラバラになるかな。こんばんは。眠い。キラキラもいい感じ。伝わりますか？ゆっくり寝て早くなる。そう、咳がね、そう、そうなの。咳がきついんですよね。咳ってめっちゃさ、体にさ、負担かかるじゃん。だからめっちゃきついん。咳の体への負担ってすごい半端じゃない。で、1公演で撮った写真も最後の方でもまつげギャンギャンだった。まあ、それはね、もう、完璧に今エクステつけてますから。そうでなきゃ困る。そうでなきゃ困る。横っ腹とかも痛くなって。なんかさ、咳のしすぎでさ、骨折れるみたいなやつって本当にあるんですね。友達がさ、咳のしすぎで、何？骨にひび入ってた。怖いね、それ。そんなことあるって感じだけどね、なんか普通に考えてみて。そしたらば、どうやって咳したらいいの？そこの骨折れたらもう何もできないやん。でも意外とさ、なんかそうやって咳のしすぎでさ、骨が折れるとかさ、結構、意外と多いらしくて、本当に。なんか、勉強になりました。気をつけようって思った。慣れたら咳するたびに痛そう。そうなんよ。絶対そうなんよ。絶対にそうなんよ。咳だけでもさ、肺がなんかもう痛くてさ、つらいのにさ。すごい、ひなの今の咳めっちゃ喘息っぽい咳なんだよな。喘息なのかな？
こんばんは。寒暖差激しいから喘息もありそう。そうよね。そうなんよな。喘息っぽい気がして。話してないときも出ちゃう。出る。出ます。こんばんは。眠くなってきたよー。マジで、ヒナの眠気って本当にすごくて。マジで、なんでこんなに眠れるんだろう。本当に感動して、まあ、自分の睡眠の、気管支炎かもしれない。いや、でも本当にね、喘息って気管支炎っぽいか。てか、気管支炎。かゆい、目がかゆい。最近忙しすぎてアニメとかを見れてた、全然見てないけど、推しの子だけ溜まりすぎて、この間見た。あまりにも溜めすぎたと思って、この間最初まで見ました。そう。推しの子だけだからマジで見てんの。本当に最近アニメ見てなさすぎてやばい。なんで、本当にアニメないとさ、無理なさ人生だったのに、なんか本当にアニメ見るっていう習慣っていうか、なくなっちゃった。なんか最近。なんだかんだ見てないわ。なんか白いのさ、がそう。ああ めっちゃ咳出るー。こんばんは。もうちょいしたら終わりにしよっかな。本当になんかね、胸がね、ずっとゼーゼーしてる。胸がずっとゼーゼーしてるから、ちょっと。喘息気味っぽい。なんかすいた。マーラータン食べたい、マーラータン。マーラータン。マーラータン食べたいなぁ。マーラータンってダイエットにも、普通にラーメンとか食べるよりかは絶対にいいから。マーラータン食べたいなぁ。なし切っているところだが、これをヤシのところへウーバーした。いいなぁ。して。して。はい。じゃあ、そろそろランキング見たいと思います。
13位、エリックさん。12位、フロマージュさん。11位、ラムネチドさん。10位、ポンスキさん。9位、ヒデマロンさん。8位、カミナベさん。7位、マシオさん。6位、ショウダイさん。5位、ティンバレラさん。4位、アンドゥさん。3位、ユートさん。2位、ARK さん。第1位、K1 さん。ありがとうございます。ということで、皆さん今日も一日お疲れ様でした。また明日配信します。明日はもっと良くなってますように。席。おやすみなさい。みんなまた明日。バイバーイ。おやすみなさい。またねー。ありがとう。おやすみー。